新日本プロレスが帰ってきました。
何よりも一番このリング上で戦えるのが好きです。何が何でも勝つというのは手段は選ばねえって意味だ。優勝は俺のものだ。よく覚えとけ。もうみんな分かるでしょ。次も勝ってその次も勝つっていうこと。そして俺がプロレスのパワーってのを世界中に届けないといけないと思うから、次は大阪城ホールでニュージャパンカップ決勝でお会いしましょう。ありがとうございました。大阪城ホール2連戦。7月11日はニュージャパンカップ決勝戦。32名の猛者たちが争う熾烈なトーナメントを制するのは。そして翌日12日はニュージャパンカップ優勝者が2冠王者内藤哲也に挑む。男たちの激闘と熱狂が大阪に帰ってくる。